水素チャンネルニュース第122回2021年9月12日号この番組は水素エネルギーに関するニュースをお伝えするラジオ番組です。お聞きいただきましてありがとうございます。アナウンサーの新浜メチスです。今回はおよそ2021年8月28日から9月11日までのニュース 記事44本です。では、スタートです。次の4本の記事は、同じニュースです。記事ナンバー1番、9月1日の日本経済新聞。東電や東レ、水素製造の技術開発。テドが女性。引用。東京電力ホールディングス、HD、や東レなど7社と山梨県は1日。 再生可能エネルギーで発電した電力から水素を作る事業に乗り出すと発表した。記事ナンバー2番、9月2日の NHK ニュース。再エネの電力を水素に変換、貯蔵。E2G、技術開発本格化へ。引用。東京電力や大手繊維メーカーの通れ。 山梨県などはこの技術の開発を加速するための新たな協議会を設立しました。記事ナンバー3番、9月3日の環境ビジネス。山梨県、トーレラ、再エネ水素製造で新たな技術開発。大型化、モジュール化等。記事ナンバー4番、9月4日の毎日新聞。県、東電 HD などと技術開発。 再エネ電力で水素製造。山梨。次のニュースです。記事ナンバー5番。9月3日のウェブヤングマシン。川崎の本気。水素ガスを燃やす4ストロークエンジンの特許が公開されたぞ。記事ナンバー6番。8月27日の環境ビジネス。三菱重工、5、製鉄セクターの脱炭素化を支援。 水素活用技術の研究開発に出資。次の2本の記事は、同じニュースです。記事ナンバー7番、8月30日のマイナビニュース。貴金属フリーでアンモニアから水素を生成する高性能触媒。東京大が開発。引用。東京工業大学、東京大は8月27日。 高性能な水素生成触媒の開発に成功したと発表した。記事ナンバー8番、8月31日の東京工業大学。貴金属を使わずに高効率でアンモニアを分解。100度低温化できる高性能な2触媒を開発。引用、東京工業大学、物質理工学院。 大量系の小笠原木八、元素戦略研究センターの北野正明准教授、細野秀夫栄誉教授ら。次のニュースです。記事ナンバー9番、9月3日の朝鮮日報。トヨタも参入、間6日、水素トラック三国志引用。トヨタは8月26日、水素商用車の開発計画について公開した。 2023年までに米ケンタッキー工場に水素燃料電池モジュールの生産ラインを構築。記事ナンバー10番、8月31日のニュースイッチバイ日刊工業新聞社。水素で存在感放つエネオス、CO2、フリー戦略の道筋。記事ナンバー11番、9月2日のニュースウッチバイ日刊工業新聞社。 ブルー水素、アンモニアを狙う勝者たち。三井物産、住友商事、伊藤中が生産準備へ。次の日本の記事は、同じニュースです。記事ナンバー12番、9月2日の NHK ニュース。脱炭素でロシアと協力関係強化。水素やアンモニア安定確保へ。引用。2日。 梶山経済産業大臣とロシアのシュリギノフエネルギー省が共同声明に署名し、協力関係の強化で合意したものです。記事ナンバー13番、9月3日の経済産業省東方経済フォーラムの開催において梶山経済産業大臣兼ロシア経済分野協力担当大臣はシュリギノフロシアへ、 エネルギー大臣とテレビ会談を行い、共同声明に署名をしました。引用、9月2日木曜日に、シュリギノフロシアエネルギー大臣とテレビ会議を行いました。会談では、炭化水素、省エネ・新エネ、原子力の既存の協力分野に加えて、 2050年カーボンニュートラルに向けたゼロエミッション燃料として期待が高まっている水素、アンモニア、吹かスカーボンリサイクルに関する協力を新たに進めていくことで合意しました。会談後、持続可能なエネルギー分野での協力に関する日露共同声明に署名をしました。さらに、 具体的な日露企業間協力を促進することを念頭に、経済産業省とロシアノバテク社との間で、水素、アンモニア CC、CCS、グ、カーボンリサイクルに関する協力合意、m ックを署名しました。次のニュースです。記事ナンバー14番、9月3日の日本経済新聞、ロシア大統領、 極東の水素、アンモニア生産に日本を誘致。引用。ロシアのプーチン大統領は3日。極東ウラジオストクで、二酸化炭素を排出しないグリーン水素とアンモニアの生産拠点を極東に作ることを提案。記事ナンバー15番、9月8日の経済産業省。ロシアガスプロム社との間で、 水素、アンモニア CC、CCS、グ、カーボンリサイクルに関する協力合意、モックを署名しました。引用、ウルミストロバガスプロム副社長とのモック署名式、9月7日。次の3本の記事は、同じニュースです。記事ナンバー16番、9月8日の L ニュース。 三菱商事、カナダで水素製造、日本輸出のサプライチェーン構築。記事ナンバー17番、9月10日の環境ビジネス。三菱商事、カナダアルバータ州で水素製造へ。年間16万5000トンを目指す。記事ナンバー18番、9月10日のリムエネルギーニュース。三菱商事、カシェルト水素製造へ。 CCS を活用。引用。三菱商事は8日。カナダシェルとカナダアルバータ州エドモントン市近郊で CCS を活用した水素製造の覚書を締結したと発表し。た。次の2本の記事は、同じニュースです。記事ナンバー19番。9月9日の IT メディアニュース。カッタン、由来の水素でドローン飛行。 J-Power が実証試験。引用。電源開発、J-Power は8日。オーストラリアで採掘した、カッタンと呼ばれる安価で低品位の石炭から作った水素を利用し、ドローンの飛行試験を行った。記事ナンバー20番、9月10日の毎日新聞。水素でドローン飛ばす。J-Power、茅ヶ崎で実験。神奈川。 次の日本の記事は、同じニュースです。記事ナンバー21番、9月6日の日本経済新聞。東レ、シーメンスケとグリーン水素技術で提携。新型水電解装置を共同開発。引用。東レは6日。グリーン水素技術で読くシーメンスエナジーと戦略的パートナーシップ契約を結んだと発表した。 記事ナンバー22番9月9日の環境ビジネスシーメンスエナジーと通れグリーン水素製造技術創出で連携引用革新的なペム型水電解を用いたグリーン水素製造技術の創出によりカーボンニュートラルな社会の実現に貢献するとしている次のニュースです記事ナンバー23番 9月6日の経済産業省 J ブリッジカーボンニュートラル水素セミナー米国ローンチイベントを開催します。引用経済産業省は9月10日に J ブリッジカーボンニュートラル水素セミナーを日本貿易振興機構チェトロと共に開催します。記事ナンバー24番 9月11日の日本経済新聞。エネオス、水素で、異業種、線。脱、石油は険しい道。記事ナンバー25番。9月3日の日本経済新聞。水素燃料電池を小型化。東芝、製造コスト6割削減。記事ナンバー26番。9月7日のザコリアエコノミックデイリーグローバルエディション。 現代時、2045年までに炭素中立実現目標。引用、6日、ドイツミュンヘンで開かれた IAA モビリティ2021でのことだ。現代時は、目標達成に向け、電気自動車や水素電気車への転換時期を計画より繰り上げ。記事ナンバー27番、9月8日の中央日報。 現代自動車会長の水素宣言、誰でもどこでも使えるエネルギーに。引用。彼は7日にグループの水素関連能力をすべて集めて発表する行事。ハイドロジェンウェーブ。を通じて水素自動車を超え水素エネルギーを普及する企業に変身すると宣言した。次の2本の記事は、同じニュースです。 記事ナンバー28番、9月6日の中央日報。8日に韓国版、水素サミット、産業生態系構築を加速。引用。現代社、SK、ポスコなどが参加する水素ビジネスサミットが8日。軽機動小ン市韓国国際展示場、キンテックスで開かれる。また。 この日から4日間の日程でキンテックスで韓国、米国、イギリスなど12カ国、154企業が参加する。2021水素モビリティプラスショーが開催され、水素モビリティ、水素充填技術などが公開される。 特に国内では10余りの大企業が主導する協議体が公式的に発足し、水素生態系の構築に弾みがつく見通しだ。記事ナンバー29番、9月9日の朝鮮日報。韓国大企業12社。水素に未来をかけた。引用。現代自動車。ロッテ。ポスコ。 アンファなど韓国の大企業12社が参加する水素企業協議体コリア H2 ビジネスサミットが8日発足した次のニュースです記事ナンバー30番9月9日の朝鮮日報割高な生産単価スタンド不足韓国政府の規制水素社会実現を阻む30区記事ナンバー31番 9月1日のジェトロ日本貿易振興機構。中国。水素燃料電池自動車のモデル都市が発表に、中国。引用。中国の北京市は8月24日。上海市は8月26日に、燃料電池自動車モデル都市群に選定されたと、それぞれ発表した。記事ナンバー32番。 9月7日のジェトロ日本貿易振興機構。広東省。水素燃料電池自動車のモデル都市に。北京と上海に続き3例目、中国。引用。中国の広東省は9月2日。燃料電池自動車モデル都市群に選定されたと発表した。記事ナンバー33番。9月3日の日本経済新聞。 ポルシェ開発トップ、エンジンも水素ガソリンで脱炭素。記事ナンバー34番、9月3日の時事トコム世界初、水素エネルギーによる建築用ガラスの製造実験に成功。日本板ガラス株式会社。引用。イギリスの事業所において、水素エネルギーを使った世界で初めてのガラス製造の実証実験を行い。 建築用ガラスを製造することに成功。記事ナンバー35番8月29日の NHK ニュース大阪府水素が燃料の燃料電池バス導入に向け事業者募集引用大阪府は水素を燃料とするバスを府内で導入するためバスを運営する事業者の募集を 8月から始めました。記事ナンバー36番、9月3日の環境ビジネス。港湾の脱炭素化へ、水素供給拠点整備、地域の面的な対策推進。中間取りまとめ。引用。国交省は8月31日。カーボンニュートラルポート、CNP の形成向け。 有識者会議の報告書、中間取りまとめを公表した。記事ナンバー37番、9月3日のリムエネルギーニュース。水素 SS 動向。全国で154カ所。設備費は約3.3億円。引用。8月27日に開催された審議会、水素燃料電池戦略協議会によると、 8月8日現在で水素 SS は全国に154カ所あり、整備中の SS は12カ所となっている。記事ナンバー38番。9月3日のザコリアエコノミックデイリーグローバルエディション。現代時、ジェネシス、2025年から水素、電気自動車の未販売。引用。 現代自動車グループの高級車ブランド、ジェネシスが、2025年から水素、電気自動車だけを販売する。2030年からは、内燃期間モデルの販売を中断。記事ナンバー39番。9月2日のザコリアエコノミックデイリーグローバルエディション。SKE&S4 年以内に世界1位の水素企業に。 引用。SKE&S は、企業価値を2025年までに現在の5倍の35兆ウォン、約3兆3333 33億円に育て、世界1位の水素企業に超躍するというビジョンを打ち出した。記事ナンバー40番、9月1日のニュース一ッ日刊工業新聞社、朝日家政が着手。 水素活用の化学品生産システム、構築の道筋。記事ナンバー41番、8月29日の NHK ニュース。脱炭素社会で関連。水素発電実用化目指し研究。引用。2025年度から2年間。現場での実証を行った上で。 2027年度以降の実用化を検討するとしています。記事ナンバー42番、8月30日のテッククランチジャパン。ペドが100平方メートル規模の触媒パネル反応器で人工光合成によるソーラー水素製造に成功。引用、ペド、新エネルギー。 産業技術総合開発機構とアープチェム人工光合成科学プロセス技術研究組合は8月26日100平方メートル規模の太陽光受光型光触媒水分解パネル反応器と水素酸素ガス分離モジュールを連結した光触媒反応システムを開発 世界初の実証実験に成功したことを発表した。記事ナンバー43番、8月30日のロイター。中国シノペックが水素エネに注力。25年までに46億ドル投じる方針。引用。中国石油加工、シノペックは30日。 2025年までに300億元、46億ドルを水素エネルギー分野に投じる計画を発表した。記事ナンバー44番、9月11日の株探。特集。脱炭素の合法を鳴り響く、水素アンモニア、最強の6銘柄。ニュースは、以上です。 今回お届けしました記事へのリンクは動画の説明欄をご覧ください。最新ニュースへのアクセスと2000年からの過去ニュースの検索はウェブサイト水素チャンネルへ。アドレスは https コロンスラッシュスラッシュ a k a g i 数字の1 .net スラッシュ h2 高ットネットスラッシュ H2 です。次回は9月18日土曜日の予定です。またお会いしましょう。お相手は新浜メチスでした。